楽しそうに笑う。それに合わせればみんなキープオンダンシング。誰かがどこかで涙流してる。そんな時は集まる。を見たらきっと僕に惚れ直すよ。頑張ってドンキー、キャンディーが来たよ。キャンディー見て見て、うん、素敵。なんてかっこいいのかしら。惚れ直した。うわー、サルナレド・ディカプリオって本当に魅力的よね。ハンサムで演技が上手くて、今までファンになった映画スターの中でもピカイチだわ。僕だって負けてないよ。負けてるよ。向こうはハンサムだし、人気があるし、お金もあるしさ。僕だって映画ぐらい。あ？毎週金曜日に見に行ってるよ。キャンディー。あ？ふん、こんな妹ことおしゃべりする暇があったら、お仕事して。こんな暇猿と違って、僕らには仕事があるんだから。ドンキーは未来の王様だもの、働かなくてもいいのよね。とにかく僕は航空便を頼んでくるから、お留守番よろしく。ファンキーなとこに行くんだね。留守番してればいいのね。留守番だけでいいわけないでしょ。働け。ファンキー、この荷物は航空便で。ウェイウェイ、待ってね。めでたしめでたしと、よしできた。俺になんかよくやっぷらず。これを航空便で。ノーノー、悪いけど配達の仕事はもうやめたの。俺は今この島を舞台にした映画の脚本書いてんだ。映画を？はっきり言うけどさ、この島で映画なんか作っても仕方ないんじゃないの。誰も見ないよ。冗談よせよ、映画は今ブームなんだぜ。お兄ちゃんもお姉ちゃんもワニたちもみんな映画大好きね。ああそうか、今映画を作ったら大儲けできるかも。ねえねえファンキー、教えてよ。映画プロデューサーになるのにはどうしたらいいのかな。まずはいい脚本を探すことね。俺が今書き上げた脚本なんかおすすめよ。ロマンティックコメディなんだけど、アクションもミステリーもラブストーリーも全部入った最高の話さ。この本買う？買う？僕が？それより僕がプロデューサーで君は脚本家兼アシスタントってのはどう？いいね。いいね。あ？ブラスター何やってんの？親指なんかくっつけて、それ嫌な性格直すおまじないかなんか。ロケハンをしてるんだよ、映画を作ろうと思ってね。映画？そう、僕がプロデューサーと監督をやるの。刈り上げの監督なんてかっこ悪い。あドンキー、映画ってあの映画だよ。君の大好きなキャンディーが大好きな。そう、大好きなんだ。もし僕が映画に出演したら、キャンディーも僕のこともっと好きになってくれるかもね。刈り上げの監督ってかっこいいよね。すごいじゃん、喜んで協力するよ。うるさいぞ。騒ぐならよそでやってくれ。わしは今テレビで映画を見とるんじゃ。ブラスターがその映画を作るんだって。僕が主役で。誰が君を主役にするって言った？まだ何も決めてないよ。映画、わしはお前のことをダメなやつだと思ってきたが、やっぱりダメだったの。映画、はあ、たくバカバカしい。ふん、ブラスター、撮影はいつから？オーディションは明日やるよ。映画に出たかったら受けてみれば。オーディションは明日か。なんと映画スター、わしの目標。
送はジェームス・ディーン、いやミスター・ビーン。なるぞ映画スター、一流のビッグスターになってギャラをどっさりもらうんや。映画に出たいよ、映画スターになりたい。スターになった僕にキャンディーもゾコン、スポーツカーで島をドライブしよう。観客の拍手喝采を浴びながら僕の名前がスクリーン。表紙を飾ったりパーティーの主役も一人占め。なるぞ映画スター、ショコは根こそぎいただきた。なるぞ映画スター、なるぞ。あらディディ、いやねえキャンディ知ってる？ブラスターが明日映画のオーディションをやるんだってさ。映画の？やだこうしちゃいられないわ。早く帰って歌とダンスの練習しなきゃ。映画デビューに備えて。あー、ヒロインの座はもらったわ。じゃあねディディ。今の聞いたか？映画だと、映画といえばポップコーン。バカ、映画といえばほれ、そのクルール様なら知ってるかも。帰って聞いてみよう。クルール様、ご報告します。あの刈り上げ猿が島で映画を撮るそうであります。映画？そいつは面白い。でかしたぞクランプ。お褒めに預かり光栄です。ほらな、私が言った通りだろ。猿どもが浮かれ騒いでいる隙にクリステルココナッツを奪うおつもりだ。映画と言ったら映画と、やったもの、ついにこの日がやってきたのだね。聞いてろよ、映画スターとして俺様がデビューする日が。ほらな、このキングクルール様がその映画の主役になると言ってるのだよ。分かったら下がり、オーディションに備えて練習しなくちゃ。は君に決まりね。次、アクション。豚が豚をぶった、ぶたれた豚をぶった、豚をぶった。後でこっちから連絡する。次、僕の話を聞きたまえ。泣かないで早く行くんだ。早く行けったら、たとえ離れ離れになっても二人の愛は永遠に不滅。会えない時間が愛を育ててくれるさ、ダーリン。おそばに。ああ、ではまず僕の作ったポエムを。あ、バナナよバナナ、バナナさん、あ、君はどうしてそんなに美味しいの。あれ、次に。待って、もっと見てよ、ほら見て見て。次に。待って、他にもいろんなことができる。次に。どう、主役は僕に決まりでしょ。いや、君に主役はできないってはっきり分かったよ。バカ力のデカ猿が主役なら迷わず君を選ぶけど、いい？今僕が主役に求めてるのは、まるで王様のような気品と貫禄を感じさせるかっちょいい男なの。カリスマ的なキャラクターで、何とも言えぬ魅力と知性を兼ね備えた。それならここにいるぞ。はぁ、うん、おぉ、これこれこれよ、理想通りだ。ルックスはいいし、声も雰囲気も最高。何しろ本物の王様だし。いや、実に素晴らしいよ。主役は君に決定だ。どうして、どうして僕じゃダメなの。ん、何なのこの間は。分かったよ、じゃあどんな役でもいいから僕も映画に出して。悪役。それいいな。キャンディ、映画の配役が決まったんだ。悪役は誰だと思う？ひょっとして私のサルナレド・デカプリオ様。違う。じゃあディディ。違う。マンキー。違う。クランキー。
わかった、エディ。違うよ。クランプ？じゃあ、クラッシャー？どうしてわかんないのかな。僕だよ、この僕。僕が悪役に選ばれたの。すごいでしょ。すごいわ。いろんな役の中でも悪役の演技が一番やりがいがあるんですって。ほんと？わお、僕ってすんごいや。ところでキャンディ、一つだけ聞いてもいい？何？演技って一体どうやればいいの？お願い、教えて。そうね、普段からトレーニングしてればいいんじゃないかしら。わかった、早速やるよ、トレーニングね。任せてちょう。どうやって？簡単よ。普段から悪党になりきるの。悪党のように考えて悪党のように喋ってれば本物顔負けの悪党になれるはず。いいお手本がそばにいるじゃない。あいつの真似をすればいいのよ。お人よしな僕が悪役をやるにはあいつの真似すればいいのか。卑怯で最低最悪だ、あのクルールギャスみたいに。嘘つき卑怯者、それは最高の褒め言葉。生まれてこの方、一度もいいことしたことない。人が嫌がる悪いことなら山ほどしてきたが、好きで卑怯、お腹の中真っ黒、悪党の手本キッククルル。偉そうで悪そうな顔をして、偉そうで悪そうにしゃべる。歩き方も笑い方もあいつの真似をすればバッチリ。オッケー、アクション。この世は俺様のものだ。もちろんこの金吾盆の相撲だ。カット。なんで今のバッチリだったじゃん、いつものように。ああ、ここはもうちょっと気取った言い方をしてほしいんだよね。世界一好きな彼女を振り向かせようとするシーンなんだからさ。世界一好き？こんな女嫌いだぞ。それじゃあ世界一好きなものは何なの？それを想像してみてよ。もちろんクリスタルココナッツだ。だったらキャンディのことをココナッツだと思ってやってみて。あ、ココナッツか。大事なことを忘れとったわ。ちょっと休憩を取ってもいいかな。役作りしてきたいんだが。あ、どうぞ。15分休憩。てめえらそんなこと何サボってんだ。たまには仕事しろ仕事。失礼しました、クルール様。遊んでばっかりってごめんなさい。あれ、クルール様はどこだ？今の僕だよ。え、今の声がお前？悪役になりきるために島で一番の悪とクルールの喋り方を真似してみたんだ。どうだった？まあ似てなくもなかったが。てめえらそんなところで何サボってんだよ。たまには仕事をしろ仕事を。ダメダメ、本物には程遠いな。迫力がないし、間抜けそうだ。そうかい、迫力なくて間抜けそうかい。俺様は本物だよ。やめて、セットがそれ。猿真似はやめろ、猿。俺様の真似をするなんぜ、100万年早いんだよ。ワニ真似はやめろ、ワニ。100万年早いんだよ。バカな真似はよせよ、ドンキ。クルールの真似なんかしてたらマジでクルールみたいに性格悪くなっちゃうかもよ。ディディ、その大根役者をどっかに連れてってリハーサルでもやっててくれ。はい、休憩。気づいてたか、猿どもは映画を撮るのに夢中になってて、クリスタルココナッツのことを忘れきっとる。つまり今こそ絶好のチャンスっていうわけで。いいね、ドンキ。今のシーンをもう一度頭からいくよ。よーい、アクション。クリスタルバナナ、俺のものだ。ちょっと待ってよ、セリフが違うよ。そこはバナナじゃなくてココナッツだろ。だけどココナッツよりバナナの方が好きだもん。そうだ、バナペコだからバナナ食べに行こう。
バナナバナナバナナ。あ、ちょドンキダメだよ。いいね、君は次のシーンでクリスタルココナットを盗み出すんだ。なぜなら悪党だから。俺はこの島で一番ずるくて悪いやつだぞ。その通り。なんだ、よく分かってんじゃん。そりゃこれだけ演技がうまいと主役か悪党のどっちかをやるしかねえだろうよ。はいはい、そうね。照明カメラアクション。クリスタルココナッツは俺のものだ。あれさえあればこの島を支配できるぞ。ココナッツがないよ。何言ってんだ、そのセリフは次に出てくる役者のだろうが。セリフぐらい覚える。違うよ、本当になくなってんだ。嘘だと思うなら見てよ、ほら。嘘。キャッチャー。なんでみんなそんな目で見るの？決まってるだろう。お前がクリスタルココナッツを盗んだ犯人だからね。お前は今島で一番悪いやつだからな。ココナッツは自分のだと言ってたよな。あれはただの演技だよ。僕が取るわけないだろう。ねえ、ココナッツを盗むような男をわしらの仲間にしとくわけにはいかんな。かくなる上はお前をホワイト山に追放する。なんで追放されるわけ？悪いことしてないのに。行け、くれるよ。悪かったね。ねえ、エディ。よく見て。この僕がクリスタルココナッツを盗むような悪い奴に見える？いや、変な顔。でしょ？変。でしょ？変でしょ？絶対変だよね。変。そうだよ、悪いことしてないんだから。堂々としてればいいんだよね。うん、帰ってみんなに言おう。こんな変な顔した僕が悪いやつなわけないじゃんって。ブラスター、聞いてよ話を。ん？ブラスター、誰もいないの？そうだ、どんな風に映ってるか見てみようっと。やったぞ、クリスタルココナッツを手に入れたぞ。ほとぼりが冷めるまで白を切ってよ。この素晴らしい演技力をフルに生かしてな。やっぱりクルールの仕業だったのか。これが証拠だ。あ、決まった。証拠が燃えちゃったよ。待てよ、ファンキー、脚本家になるのって楽しい？楽しくない。え、フランキー、これいらないの？あ、いや、こんなもの投げちゃ危ないじゃないか。いらないなら僕がもらうよ。あ、やるよ。毎日毎日お前に脚本の書き直しばかやらされて、俺はもういい加減嫌気がさしたようだ。わかるわかる、ブラスターって。いやいや、そう言わずにもうワッシンだけ書いてよ。お前が自分で書けばいいだろうが。もうお前に文句言われるのはうんざりなんだよ。俺は降りるぜ。あ、そう。じゃあこいつはもらっとくよ。ねえ、ディディ。あ、いや、君に仕事を与えよう。最後のシーンを撮るから他のみんなを集めてくれたまえ。早くしないと君もクビよ。人に物を頼むのに偉そうに言うなよ。僕はブラスターだよ、偉そうにしてなきゃ。あ、それもそうだね。僕の演技に騙されたぞ。これどうやって使うんだっけ？一体どういうことだ。撮影は終わったんじゃなかったのか。それがブラスター監督がどうしてもあとワンシーンだけ撮りたいんだってさ。肝心のブラスターはどこよ。入るよ、さっさと撮影に入るよ。時は金なり。その通り。このシーンは大切だよ、君の本当の姿を先に知らしめるためにね。そうか。それならやってやろう。ねえ、私はどんな風に演じればいいの？いいかい、キャンディ、君には熱烈なファンが一人いるんだ。でもその彼はみんなに誤解されちゃってる。彼は君にだけを分かってもらいたくてある計画を立てたんだ。誤解が解けたら君は彼にキスをしてあげてくれ。彼って一体誰のこと？さっぱりわかんないわ。大丈夫、演じてるうちに分かってくるさ。カメラ回して。はい、アクション。
私のことを本当に愛してるならお願いだから金庫の中身を見せて。俺の気持ちを疑ってるのかい？君には俺の全てを見せてきたのに。じゃあ金庫の中身も見せてよ。わかったからもう泣かないでおくれ。ほーら見てごらん、この金庫には君より大事なものが入ってるんだよ。ほらこれ、クリスタルココナッツだ。だだ、誰だこんな脚本書きやがったのは。クリューリ様、今ならドンキもいないし逃げられますよ、逃げますよ。そうだな。ドンキー、ヘイバザーいいぞ、バナーナパワー。ごめんよドンキー、みんなでお前のこと疑ったりしてさ。いいからカメラ回してて。ダーリン、島と君は僕が守ってみせるからね。ドンキーったらこんなの脚本になかったわよ。やっぱり映画はハッピーエンドでなくちゃ。おっと、クランプは島の祝日に打ち上げられる花火を楽しみにしていたんだけど、海賊スカービィがやってきたおかげで中止になりそうになった。そこでクランプはスカービィを追い払おうとドンキーたちと海賊船に乗り込む。でもそこには腰を抜かすような出来事が待っていた。